お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。10月28日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。国内の携帯キャリア各社が 3G サービスを停止するため、古い携帯電話では電話ができなくなります。テルストラおよびオプタスは、速度、機能、そして安定性に優れた 4G と 5G ネットワークに集中するために、今日 3G サービスを停止します。クイーンズランド州では、自由国民党のデビッド・クリサフリ党首が第41代州首相に就任します。ジャネット・ヤング州総督により本日認証式が執り行われます。大統領選挙まで残すところ1週間となったアメリカでは、候補者たちによる選挙活動が一層活発化しています。この選挙をめぐっては、すでに4000万人もの国民が期日前投票を終えています。日本の第50回衆議院選挙が投開票され、自民党と公明党による連立与党は議席が過半数を下回りました。戦後最も長く与党を務めてきた自民党は、議席を大幅に減らすことになります。原子力発電をめぐる2度目の聴聞会がキャンベラで今日行われます。この聴聞会では、科学者、エネルギー連合の代表者や経済学者たちが証言を行います。西オーストラリア州がこの10年間で初めて最も経済的に安定している州に選ばれました。コモンウェルス証券コムセックが発表したこのまとめは、経済の成績と勢いを8つの指数をもとに評価しています。それによりますと、西オーストラリア州は支出、雇用率、そして人口増加の面で国内1位でした。以上、10月28日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、 SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。